順天堂大学国際教養学部はこちらをご覧ください。国際教養学部ではこれまで培ってきた順天堂大学の伝統の学びとこれからのグローバル社会に必須な国際教養をベースに異文化と健康にフォーカスした未来につながる新しい学びの形を作り出しています。ご覧のように異文化コミュニケーション領域、グローバルヘルスサービス領域、グローバル社会領域の3つの領域で構成され、世界で活躍できるグローバル市民の育成を行っています。特にグローバルヘルスサービス領域では、国際的な問題となっている高齢化や健康維持など今世界の関心を集めていることについてグローバルな視点で幅広く考察し、知識や解決策を学んでいます。 1,2 年時の英語必修科目は一クラスがおよそ13人から20人という少人数クラスで実施されています。学生同士で助け合い主体的に学ぶ共同学習スタイルは多くの学生の好評を得ているようですよ。キャンパスがあるのはお茶の水ですから、アクセスの良さは抜群です。通学のメリットだけでなく、放課後のアルバイトやショッピングするところもたくさんあるので、学生生活の楽しみが増えそうですね。